私の部屋じゃない。そうよ、だってここはミマの部屋だもの。ほら見て見て、新しい衣装なんだ。明日のイベントで着るのよ。いいでしょう、私にぴったり。ルミちゃん、どうして。ルミちゃん、ルミちゃん、ルミちゃんはもう帰ったよ。仕事が忙しくて寝不足だって。変なこと言わないで。冗談なんでしょ、ルミちゃん。恋はドキドキするけど、愛がラブラブするなら。どう、バッチリでしょ。やっぱりアイドルは歌わなきゃね。なのにあなたが邪魔ばっかりして、ルミちゃんもすんごい怒ってた。お願いやめて。でもアイドルはね、ファンの人たちが守ってくれるの。ミマのお願いなんか何でも聞いてくれるんだよ。ミーマニアさんはちょっと失敗だったけど。ミーマニアってどうしてあの人。でも仕方ないよね、あなたのことは自分でまいた種だから。
大変だ。警察、いや救急車だ。